ちは。本日は携帯型分光放射計 MS730 を紹介いたします。 MS730 は太陽光、各種人工源といった光の放射を波長前に測定することができる携帯型の分光放射計です。測定できる波長の範囲は350ナノメーターから1050ナノメーターになります。また一番の特徴としましては、機器本体とスマートフォン1台を連携して測定の計測制御や計測結果のグラフ表示、データ収集、データ保存、またデータ転送が可能になります。またスマートフォン と本体は Wi-Fi でつながっておりますので、遠隔制御にて遠距離でも計測が可能になります。またスマートフォンのカメラ機能と GPS の活かしまして、計測しました環境の写真や GPS の緯度経度の情報を測定しました計測データに紐付けることが可能です。アプリケーションとしましては、太陽光のスペクトルの測定、ランプ等の照明光の分光データ、リモートセンシングにおけるグランドトゥルース、農業用ハウス資材の被覆材の評価、また植物の生理生態調査でにより多岐にわたって活用されます。本製品情報栄光成形の問い合わせは各リンクへアクセスしてください。